俺の名前は向井正樹。尾道を離れて東京の企業に就職したんじゃけど、やりがいを感じれずに嫁さんを連れて尾道に帰ってきた。今は実家の酒屋を継ぐために修行中。ありがとう、アツシ。支払いしとけよ。はい、わかりました。え、アツシ？お前、いつ帰ってきたんよ。いや、実はヘマしてな、貸しクビになったんよ。で、まあいつまでもプラプラしょうちゃいけん思うて、実家都合思って帰ってきとったんよ。なんで言うてくれんかったんよ。いや、もうちょいエロになってから言おう思うとったんじゃ。見習いず恥ずかしいじゃろ。じゃあ俺そろそろ戻るわ。うん、親父に怒られるけよ。まさき、同じ怒られるんだったら他人よりも親父の方がええな。あつ、あつ、何しようなん、早く戻ってけ。そうじゃん、ごめん。お前また、お前またどっかへ行こう思ったんだ。大丈夫、どこも行けやせん、行け。大丈夫、どこも行かせやせん。俺一生、わしの下でコンプコンちゃって。はい、分かった、じゃあ行こうな。コースストレート、そしてアウトコースへのスライダー。ただいまー。おかえり。とりあえず行った。今年こそはカープの優勝じゃ。またよ、父ちゃん。お前、信じてないじゃろ。今年は投手がええんだ、投手が。キャンプの時からちゃんと見とるからな、俺は。ですよ。はい、今朝のお魚を、マイコさんが美味しそうに焼いてくれちゃったよ。はい、お口に合うか分かりませんけど。ああ、美味しそうだな。俺は、この瞬間が一番好きだ。あの辛い坂道や、重い酒瓶、全部忘れさせてくれる、この瞬間が大好きだ。ありがとうね、マー君。どうした、マイコ。ありがとう。本当に心から思う。ここに生まれてえかったな。尾道に帰ってほんまにえかった。